皆さんご視聴いただきありがとうございます。じゅんです。ゆいです。この度ですね、第3回インゴルフフューチャーズトーナメントの開催が決定しました。2022年2月24日木曜日、場所は千葉県にある白鳳カントリークラブです。今回は視聴者参加型のトーナメントで、観戦付きのラウンドチケットを用意しました。すごい。ぜひですね、推しの選手に会いに来てみんなで盛り上げていただきたいと思います。詳細は概要欄に載っておりますので、そちらをご確認ください。それでは本編動画をお楽しみください。はい、皆さんこんにちは、カメラじゅんです。ゆみです。はい、今日はですね、オークヒルズカントリークラブに来ております、はい、今回の動画はラウンド前のモーニング、何、ルーティーン、モーニングルーティーン、準備運動的な、うんうん、いつもやってる、はい、スタート、はい、スタート前にね、スタート前にどういうことをゆいちゃんね普段やってるのかっていうのを紹介してもらおうなと思います、はい、よろしくお願いします。はい、はい、まずは朝一なんで、まあ、冬だし、しかもちょっと体硬いんで、できるだけ動かしていこうと思うんですけど、まずいつもやってるのが大体こうちょっと肩幅ぐらいに足広げて、はい、クラブ持って、うん、上上げます、はい、横に、うん、体操教室みたいなね、うん、かわいい、ね、うん、かわいいですね、うん、はい、いいですね。ここが伸びるのを感じてね、脇を伸ばす。そうそう。でこの後、うん、後ろに、あ、これ肩甲骨、おお、肩甲骨が開くのを感じてグリグリグリと回ったりしてね、肩甲骨大事だから、ここで肩甲骨大事です。でティーグラウンドとかでまあ誰もいなくて触れそうだったら、まあ、私大体アプローチとか1本持ってこう、でこのあと逆向きでちょっとこう、うん、大丈夫逆向きでこう振り返る、はい、両サイね、はい、このあとちょっとこう横と肩甲骨も伸ばした。で、ちょっとこう両方でも振ってみて、振ってみたりして、ちょっといい感じに動いてきたなと思ったら、まあ、その気をつけたいことをだいたいこう注意しながら考える。うん、おー、1枚。なんか最近調子悪いな、ちょっと今日は例えば頭が起き上がらないようにしようと思ったら、素振りでこう頭が起き上がらないようにとか、うん、ちょっと。インサイド、今日はインサイドから入れたいなと思ったらこう、こういう、なるほど、のとかをちょっとこう考えながらやってティーグラウンドに入ります。はい、できればね、寒いから今やったことだけじゃなくて、うんうんうん、別にクラブ持たなくても、もうね、これだけでも全然いいし、はい、うまいみたいなね、はい、ちょっとなんかラジオ体操みたいになったっけ、うん、大事ですね、大事です。まあ、寒くなってくると、なんだろう、寒くなって急に体を動かすと、そう、こうね、良くない、なりやすくなるから、ね、あー、なってました、今日ずっと体がこうもこもこしてるから、ここで終わっちゃう、うんうんうん、しっかりね、うん、グッとね、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。皆さんもラウンド前のルーティーン、しっかり準備体操してスタートしてください、はい、今回のゆいちゃんの参考にしてみてください。じゃあ終わりますコメント、高評価、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。はい、じゃあ次回の動画もお楽しみに。